教育委員のみとめです去年と同じように新学期にあたって皆さんへ話をすることになりました新型コロナウイルスがまだ流行しています皆さんにはこれまで通りのマスク手洗いなどの予防の行動を取って かからないように気をつけてほしいと思いますただコロナウイルスは気をつけていても誰もがかかることがありますお友達に感染してしまった人がいたならば治った時に大変だったね大丈夫また遊ぼうね などと優しく声をかけられるようにしてください今回皆さんにはよく学びよく遊べという言葉について話をしたいと思いますよく学びよく遊べという言葉はアメリカから伝わった英語のことわざから来ているとも言われますが 私が子どもの頃にもよく聞かされた言葉です。日本では今から100年以上前から言われている言葉で皆さんが立派に成長していく上で大切な言葉だと思っています。今は勉強する時はしっかりと勉強し 遊ぶ時には思いっきり遊びましょうという意味で使われていることが多いと思います私は学びにも遊びにも大切なことがあると思っていますそれぞれについて話をしますまず遊びについてです私が子供の頃は 画面のあるゲームなどはなかったので遊びといえば外で友達と体を動かして遊んだりトランプなどのゲームを友達と一緒にしたりしていましたそのことで元気の源の体力がつき友達と仲良くするための秘訣などを学んだような気がします 外で野球をしたり缶けりをしたりしたことは本当に楽しい思い出です。今皆さんは友達と集まっていてもみんなが別々にゲームをしているようなことが多いようです。画面を動かししてて、遊ぶゲームは、お家の人と相談して する時間を決めると良いと思います友達と関わり合いながら安全にルールを守って楽しく遊ぶことは人と人との付き合い方を学ぶためにも大切なことですまた思いっきり体を動かして遊ぶことは運動の力や 体力をつけることにもつながります。今、マスクをしたり、密を避けたりしなくてはならない状況ですが、工夫して、休み時間や時間があるときに、友達と仲良く触れ合って、のびのび遊んでほしいと思います。次に、学びについてです。 皆さんの教室には大田区教育委員会が出している大田の子どもポスターが貼られていると思います。はじめに「意欲あふれる学びの場を作ります」とあります。子どもも先生も意欲あふれる学習のできるクラスを作れるように 頑張りますということですこのポスターでいう意欲というのは学ぼうとする気持ちです私はこのことが何より大切なことだと思っています今やっている勉強頑張ってやり抜くなぜどうして という,ような疑問を進んで調べてみるできないことを諦めずできるようになるまで練習するなどいつも学ぼうとする気持ちを持って進んで学習に取り組めるようにしてください。また皆さんにしてほしいこととして 三つのことが書かれています話をしっかり聞きます自分の考えを深めます互いに考えを伝え合いますこれからの学習は皆さんが中学校や高校などに進んだときや大人になったときに生きて 働くく力を助けてていいために行うこととが大事だと言われています先生に教わることだけでなく自分で考えたり調べたり友達と協力し合ったりしながら進めていくことが大切です。そのためにはこの3つのことをしっかり行ってほしいと思います。 皆さんには、昨年かららタブレットが1人1台配られています。このタブレットも皆さんが考えたり意見を言ったり発表をしたり友達と協力して学習したりするなどのために進んで活用してください。また学校だけでなく家庭での勉強も 時間を決めめててて続けて取り組めるようにしてしほいいと思います皆さんには一つ上の学年に進んで新たな目標を立て頑張ろうとしていることと思います。よよくく学びよく遊べの気持ちを持って今年度もしっかりと自分を高められるようにしてください。 私たち大田区教育委員会はいつも皆さんを応援しています。